争い事は心から夢を奪いますから、できればない方がいいです。地上から争い事が決してなくならないとしても、それでもなるべくならない方がいいですよ。私が頭が悪いことなんて高弘さんは初めから知っているじゃないですか。さあ、私はもう大丈夫ですから、高弘さんはお仕事に戻ってください。そんな人のことをバカバカ言わないでくださいよ。悲しくなってしまいます。大丈夫ですので仕事に戻りますね。大丈夫ですよ、ほら。はい。はい。すみません、高弘さんの手が温かかったもので。では仕事に戻ります。
できましたら、ご用の時は肩などを叩いていただければ起きますので。息を止めるというのはミニオも辛いので勘弁していただきたいのですが。はあ、そうでしたか。すみません、これからはあまり気持ちよさそうに寝ないように心がけます。それにしても、息ができないというのはかなり辛いのですね。あまり試したことがなかったので、リニア少し驚きを隠せませんよ。高弘さん、
それでは。はい。あれ？曲がりませんが、なんか曲がってますよね。リニアの鉄球くんに折れてますかね。やっぱり。痛くはないですよ。戦闘モードの時は痛みは一切感じないので。させるかな。別に関節のネジが取れて外れただけで壊れたわけじゃねえから、ネジ締めればいいんだがよ。この嬢ちゃんの体はいろいろとガタが来てるんだ。あんまり無茶させるなよ。仕方ねえだろ。この嬢ちゃんは年代物なんだ。人間だって年取ればよ、あのタンスで体壊すだろう。見た目は可愛い嬢ちゃんだが、年齢的には老人とかと変わらねえんだよ。大切に扱ってやれよ。バカなこと言ってんじゃねえよ。まあいいや、嬢ちゃんを部屋まで連れてってやれ。嬢ちゃん、
泣き疲れてそのまま寝ちまったんだよ。手が痛かっただけじゃないんだろうな。ずっと泣いてたよ。涙の跡がくっきり残るぐらいに。バカ、寝てるのに。お前てめえがジョーちゃんを泣かしたんだろうが、あんまりジョーちゃんを悲しませるようなことするな。ジョーちゃん修理する前にずっと「もう壊れないようにしますから」って泣いて頼んでたぞ。壊れないように、おめえに迷惑かけないようにってな。けなげじゃねえかよ。自分をここに残してくれたのはお前だと思っている。だから迷惑だけはかけたくないんだとよ。アホか、それだけ一生懸命なんだよ。壊れないようにしようったってそうにはならない。だがジョーちゃんはそのどうにもならないことすらどうにかしてここにいようとしてるんだよ。おめえに迷惑かけないようにな。どうした？実際なぜあのジョーちゃんがお前にあれほど懐いているのかわからない。言ってしまえばアンドロイドだ。お前を愛するような仕様で作ってない限りありえない話だ。特定の人間に愛情を見せるなんてことはないはずだ。だが見たところ、ジョーちゃんはお前にただならぬ愛情を持っている。考えてみたのだが、もしかしたらジョーちゃんの今までの記憶がないから、インプリンティングみたいなもんで最初のご主人様になったお前が絶対なのかもしれんな。ま、単なる仮説なんで根拠はないのだがな。そうかもしれん、そうかもしれんがな、高博。こうは考えられないか。誰だって一度は恋をするだろう。だがその恋が必ず一生を共にする相手にするとは限らん。ジョーちゃんにとって初めてのご主人様っていうのは初恋のようなもんだ。恋人としてではない、ご主人様としてだ。この娘を必要としてやれ。この1ヶ月間だけこの子の必要な人となってやれよ。そのぐらいしても罰は当たらねえぞ。ジョーちゃんはお前とレイを信じてるんだろう。ならせめてお前だけはジョーちゃんを裏切るような真似はするなよ。お前だけがジョーちゃんの心を受け入れてやればいいじゃねえか。それで十分だ。